アジア最大の大国、州とアジア初の近代国家、日本が衝突した日清戦争。日清戦争という言葉自体を知っている人は多いと思いますが、この戦争の先端はどのようにして開かれたのか、詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。そこで今回は、日清戦争初戦の放蕩沖海戦を解説していこうと思います。ちなみに、なぜ日清戦争が起こることになったのか、というもっと大きな視点でのお話は、以前出した動画で解説していますので、長い動画なのですがこちらも合わせてご覧いただけますと幸いです。また、今回ご紹介する放蕩沖海戦の内容は、明治2078年日清戦史、第1巻、2078年海戦史、上巻、27年7月25日、坪井常備艦隊司令官連合艦隊出征第2回報告、などの資料を読んで、個人的に辻褄が合うと思った内容であり、詳細については諸説あるということをご了承いただけますと幸いです。また、動画が面白いと思っていただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さらに、サンクスボタンでご支援いただけると、アップ主の寂しい財布の足しになりますので、ぜひご支援いただけますと幸いです。それでは、早速本編に入っていきましょう。放蕩沖海戦の物語です。1876年に日本と朝鮮の国交が回復されて以降、日本は自国本土の安全保障確保のために、朝鮮の独立及び近代化を目指しました。無差別戦争観が主流であった帝国主義時代において、ロシアの南下を阻止するには、朝鮮の総主権を奪い取るか、朝鮮を独立させて近代化させるしか選択肢はありませんでした。前者の朝鮮の総主権を奪い取って、近代化させるという方法は、明治初期の日本にとってあまりにもコストが大きすぎるため、この前者の選択肢を取ることは不可能だったのです。そのため後者の、朝鮮を清国から独立させ近代化させる、という方法を選んだというわけですね。帝国主義時代におけるロシアの脅威と朝鮮半島の地政学的重要性については、前回の動画で詳しく解説していますので、興味のある方はそちらも合わせてご覧ください。その後、清の海秩序の維持、朝鮮朝廷内の権力争い、日本の安全保障の確保という3つの思惑が複雑に絡み合った結果、朝鮮国内では、神武軍乱と甲申政変という大きな政変が2度も発生します。その間、日本は清国に対して、朝鮮の近代化のための共同内政改革案を何度か提案しますが、清国側はこれを全て拒否。その結果、朝鮮における清国の影響力は大幅に増大し、朝鮮は実質的に清国の一地方政府のような扱いを受けるようになってしまいました。その一方で、朝鮮半島における日本の影響力は絶望的なほど低下。また、甲申政変での清国兵による日本人虐殺と、その後の長崎事件を経て、日本国内における大清感情は悪化の一途をたどっていきました。そんな中、朝鮮半島で党学党の乱と呼ばれる大規模な農民反乱が勃発。清国は宗主国として、日本は西蒙古条約第5巻に基づき出兵を行い、日清両国の大軍が朝鮮半島で相まみえることとなったのです。事態を収めるため、日本は清国に対して、再度朝鮮の共同内政改革案を提案。これが拒否されれば、日本は朝鮮における影響力を失い、ロシアの南下を阻止するという、日本の最重要目標の達成は破綻してしまうため、これを拒否されれば海戦やむなしという、非常に重要な分岐点に差し掛かっていました。しかし、清国直令総督兼、北洋大臣である李鴻章は、すぐにこの提案を拒否。その後のイギリスによる調停でも、清国が、決兵後でなければ談判は開始しない、という強硬な態度に出たため失敗に終わります。そのため日本政府は、日本単独での朝鮮改革案を含む最後通帳を清国に提出し、改正は避けがたい情勢となっていきました。
その後日本軍は日本側に火のない形で耐震回線のための口実を作るために動き出します。まず日本政府は朝鮮における一連の動乱は朝鮮政府の失政にあり、これは東アジアに紛争を生み出す可能性が高いとして、日本単独での朝鮮改革の断行を宣言後、日本軍は朝鮮王宮を占拠。その後イーツ国王、ビージ一族などの影響力を抑えられる隊員軍に対して朝鮮改革の旗振り役になるよう説得を試みます。しかしさすがは御年75歳の頑固親父です。日本側の権力の差に戻って内政改革を行ってほしいという要望に同意せず、この説得は難航します。しかし隊員軍が好感を持っていた岡本龍之介が隊員軍の政敵である敏妃が逃亡したと伝えたこと、要望を聞き入れない場合は切腹すると迫ったことで、隊員軍は折れ、改革実行後に領土を割譲しないことを条件に改革案に同意しました。こうして朝鮮政府の要人は改革派と親日派が占めることとなり、日本政府の要望通り朝鮮政府からガザンにいる新国兵の排除を求める要請が出されたため、日本は耐震回線のための大義名分を得ることになるのでした。さらに朝鮮政府は今までに結んだ新国との条約を全て破棄することを通告。これにより日清戦争の勃発は決定的なものとなり、いつ軍事衝突がいつ発生しても不思議ではない状態に進展していたのです。この日本と朝鮮の国交回復から日本単独での朝鮮改革までの流れも前回の動画で解説していますので、興味のある方はそちらも合わせてご覧ください。そして1894年7月25日、清国がさらに兵員を朝鮮に増派するという行動は、彼らが我々に対して敵意を持っているとみなすことができる。故に、清国艦隊及び運送船を破砕すべし、という命令を受けた坪井幸三少将を率いる第一遊撃隊が、清軍による朝鮮半島への増援を阻止するために佐世保を出発し、朝鮮西海岸の宝島沖へと向かいました。午前6時半ごろ、第一遊撃隊が時速12ノットで単十字を組航行していると、仁川方面からこちらに向かってくる2隻の機船の煙を確認。敵艦の可能性があったため、第一遊撃隊の機関吉野は警戒信号を発します。しばらくするとそれが軍艦であることが分かったため、坪井少将は各艦に厳戒態勢を取るよう命じ、速力を15ノットに上げて進んでいきました。清国軍艦2隻と日本の第一遊撃隊3隻は徐々に接近していき、距離5000メートルまで近づいたところで清国の軍艦はサイエント高圧であることが確認されます。通常であれば清国軍艦は正旗を掲げている吉野に対して各国海軍の通例である礼砲を撃つべきところですが、この2隻は礼砲を撃たず、代わりに戦闘準備を始めました。この後坪井少将が指揮する第一遊撃隊と清国軍艦の戦闘が開始されるのですが、どちらが先に発砲したのかについては未だに議論が続いています。ただ勘違いしてほしくないのは、先制攻撃を日清両軍どちらが行っていたとしても国際法的には全く問題はなかったということです。その理由をこれから解説します。まず当時の戦時国際法であるジュネーブ条約は、宣戦布告前の先制攻撃を禁止していませんでした。戦争開始前に相手国に事前通告する規定ができたのは1907年に署名されたハーグ海戦条約の。締約国は理由を付したる海戦宣言の形式、または条件付き海戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、その相互間に戦争を開始すべからざることを承認すという条文が設けられた時からです。そのため宣戦布告前の先制攻撃は国際法的には問題がなかったということになります。ただ仮に日本と清が敵対関係になかったのに、いきなり日本軍が騙し討ちのような形で清国への攻撃を開始したということであれば、
万国公法に基づいて賠償責任が日本に発生し、国際的な批判を受けるのは道義上やむを得ないことですが、当時の情勢は全くそのようなものではありませんでした。今回の法統機改正が勃発した時には、日本と清は朝鮮半島の主導権をめぐって互いを非難し合い、すでに両国とも出兵をしている状態で、さらにイギリス、ロシア、アメリカなどの大国による朝廷工作も失敗に終わっており、日本が清に対して、このことによって今後起こるであろう事態は、日本政府の責任ではない、という事実上の最後通牒を送っていたという状況でした。清国側もこれが最後通牒であることは認識しており、事実、これを受け取った高所帝は激怒し、開戦の意思を李鴻章に伝えていました。このように、日清両国は交渉に交渉を重ね、その結果、最後通帳も出されていた状況だったということを考慮すると、万国公法上からも、道義的な観点からも、日本または清国による先制攻撃は全く問題ないと考えられるのです。実際、大山巌第二宮司令官の法律顧問で、当時日本第一の国際法の権威と言われた、有賀長男は、日清戦役国際法論、前、の中で、清国が日本からの最後の交渉の申し出を拒絶したことにより、今後、日本は単独で朝鮮の改革に取り組む必要があると北京の朝廷に通告した。この時、この行動がどのような結果をもたらそうとも、その責任は清国政府にあると伝えている。この通告がなされた時点で、日清両国間の平和関係が破綻したとみなされるべきである。と述べています。また、後にイギリス代表としてハーグにある常設仲裁裁判所の判事に任命される。国際法学者のジョン・ウェストレイクも、この法統機改正後、タイムズ紙で次のような見解を述べています。英国及びアメリカの法廷で何度も確認されていることであるが、宣戦布告に先立たずに、一方の敵対的行為によって合法的に戦争が開始されることがある。この発言通り、日清戦争以前にも米墨戦争、アロー戦争、不応戦争、アヘン戦争などは、宣戦布告がなされていない状態での先制攻撃によって戦争が開始されており、日清戦争以降の米非戦争、ヒト戦争なども宣戦布告なしで始まっています。フランス産に至っては、清仏戦争前の李鴻章との和平交渉中に、ベトナムの砦を奇襲攻撃とかむちゃくちゃなことしてるんですよね。それでもこの行為は特に問題にならず、普通にその後フランスは、ベトナムの総主権を清国から奪い取っているんですよね。このように、当時の状況では清国が先制攻撃を行おうが、日本が先制攻撃を行おうが問題はないため、客観的に見ると、日清戦争はどちらの先制攻撃で始まったのか、という論点はそこまで重要ではないのかなと思うのですが、一応自分の意見をここで述べておくと、法統機改正では日本が先制攻撃を行ったのではないかな、と個人的には考えています。ただ、念のためもう一度言っておきますが、この先制攻撃は国際法上、完全に合法な戦闘行動でしたので、日清戦争は日本から手を出したんだ、だから日本が悪い、というようなことを主張する意図は全くありませんので、ご了承いただけますと幸いです。日本の公式戦史である、明治27-8年日清戦史、第1巻、及び、27-8年開戦史、上巻、では、清国の軍艦、西園、が発砲し法統機改戦が始まったと記述されています。しかし、法統機改戦直後に現場から提出された報告書を読んでみると、その多くが、清国軍艦の戦闘準備が確認されたため、日本側から先制攻撃を行ったと記録されているのです。例えば、27年7月25日、坪井常備艦隊司令官連合艦隊出征第2回報告では、午前6時半頃、インチョンの方向から遠くに軍艦2隻が来るのを確認した。これが敵艦かもしれないと考え、警戒信号を出す。約5000メートルの距離まで近づき、清国軍艦、
サイエント・コーツであることを確認した。しかし、彼らは我々に対して礼砲を発射せず、戦闘準備をしている様子だったため、直ちに戦闘の信号を出し、適切な距離に達したら発砲するよう命令した。午前7時5分頃、敵艦、約3000メートルの距離まで近づき、我々から発砲を開始、敵艦も直ちに応じて我々の艦を砲撃した。と書かれています。ただ、7月29日午前0時5分に送られた、砲塔沖海戦の将砲、平山、八重山艦長、では内容が少し異なっており、新国軍艦、サイエント・コーツが、降伏の旗を掲げながら徐々に我々の艦隊に接近し、約300ヤード、約274メートルまで来たが、航行を止めなかったため、我々は砲撃を開始した、相手もまた応戦して砲撃を行った、とされています。ただ、先制攻撃に至るまでの記述が違うとはいえ、日本側から砲撃を行ったという点では一致しています。では、なぜ公式戦史には、新国側からの砲撃で戦闘が始まったと記述されているのでしょうか。それは、途中の報告書から日本側からの砲撃ではなく、新国側からの攻撃があったという風に書き換えられているからです。7月29日午前2時45分に、詳しい内容を付け加えて送られた、八重山艦長からの海軍大臣への詳細報告では、サイエン号が浪速の艦尾に向かって進み、約300メートルの距離に来たため、浪速は速砲を発射してサイエン号を攻撃し、さらに数発射撃を行った、吉野もまたサイエン号に砲撃を加えた、とされているのですが、海軍本部に届いたこの報告は添削され、次のように修正されています。サイエン号が浪速の艦尾に向かって進み、約300メートルの距離まで達したところで水雷を発射したが、命中しなかった。そのため、浪速は速砲を発射してサイエン号を攻撃し、さらに数発射撃を行った、吉野もまたサイエン号に砲撃を加えた。このように、海軍本部が報告書を新国側からの先制攻撃を受けたという内容に修正しており、その後にまとめられた、当学徒編団の際、韓国保護に関する日清交渉関係一件第3巻の中の砲塔沖の海戦及び朝鮮政府の依頼に応じ、在我山新兵の駆逐、並びに日清両国戦線の消直交付のことでは、しばらくして敵と我々の距離が接近すると敵は突然砲撃を開始した。我が艦はこれに応じて激しく砲を発射し、という風に記述されることになり、公式戦史でも、新国側の攻撃で砲塔沖海戦が開始された、と述べられることになったと考えられるのです。このように、公式戦史と現場の報告書の内容が異なっているのは、海軍上層部によって報告書が書き換えられたことが原因だと思われるのですが、なぜ海軍は、日本軍艦による先制攻撃という事実を隠したかったのでしょうか。これに関しては、記録が残っていないので推測するしかないのですが、個人的には大衆に日本側に非があると勘違いされないためなのかなと思います。例えば、宣戦布告前ではあるが、日本は新国軍艦に先制攻撃を加えた、これは国際法的には合法である、と国内外に公表した場合、海外メディアが部数を伸ばすために、日本が宣戦布告前に先制攻撃、というようなセンセーショナルな見出しで記事を書く可能性は十分あります。その結果、欧米諸国の中で、この戦争無理は新国側にあるという論調が主流になってしまうかもしれませんよね。その場合、世論に押されて欧米諸国も新国に有利な態度を取らざるを得なくなる、ということは十分考えられます。そのため、このようなリスクを発生させるくらいだったら、最初から新国側が先制攻撃を行ったと発表した方が良いと考えたのではないかなと。ただ、これはあくまで個人的な推測に過ぎませんので、事実として捉えるのではなく、そういう考えもあるんだね、くらいで受け取っていただけますと幸いです。ということで、坪井少将や平山艦長の報告書にあるように、
秦国軍は勝機を掲げている吉野を視認しているのにもかかわらず、各国海軍の通例である霊峰を打たずに戦闘準備を始めました。ここでいう戦争準備とは何なのか、詳細を記述している資料は見つかりませんでしたが、一般的には各方に人員を配置し始めたことや、家宝を日本の軍艦に向き始めたとかでしょうか。このように、秦国軍艦の戦闘準備の様子が確認できたため、敵艦の再演と甲乙が3000メートルまたは300ヤードの距離まで迫ったところで、吉野と浪速が再演に対して砲撃を開始します。これにより、日清戦争の火蓋が切って落とされることとなったのです。ちなみに、日清両国の戦力と主な武装は次の通りです。吉野、機銃排水量、4216トン、最大速力、22.5ノット、約 42km、15.2cm 単装速射砲4機、12cm 単装速射砲8機。ちなみにこの吉野は当時世界最速の軍艦で、完成当時は世界最高の巡洋艦とも呼ばれた傑作艦でした。何は、機銃排水量、3709トン、最大速力、18ノット、約 33km、26cm 単装砲2機、15.2cm 単装速射砲6機。秋津島、機銃排水量、3150トン、最大速力、19ノット、約 35km、15.2cm 単装速射砲4機、12cm 単装速射砲6機。再演、機銃排水量、2355トン、最大速力、15ノット、約 28km、21センチ単装速射砲2機、15.2センチ単装速射砲1機。甲乙、機銃排水量、約1000トン、最大速力、17ノット、約 31km、12センチ単装速射砲3機。このように機銃排水量、最大速度、武装を比べてみると、日本の第一遊撃部隊は戦闘を始めるにあたり、かなり有利な立場にあったことがわかります。吉野、浪速に続いて秋津島も左舷砲で再演への砲撃を開始、これに対して再演、甲乙も反撃を始めます。この時、何度も敵艦の弾丸が吉野の戦士と戦尾をかすめ、海面を打ち、水柱を上げました。さらに、一発の弾丸が浪速の監視約20メートル先に落ち、破片が飛び散り、信号柵を切断。さらに、敵艦のマスト上部の台から発射された機関銃弾が、吉野のマストをかすめます。しかし、対する秦国艦の甲乙は、吉野から猛烈な砲撃を浴びせられると、陣形を崩し左方向へ進路を変え、秋津島と浪速の間に向かって全速力で突っ込んできました。これに対し吉野は、甲乙が魚雷を放つ可能性、さらに甲乙と衝突することを考え、大きな円を描いて左方向に舵を取り、攻撃を受けて逃走しようとする再円を追う姿勢を取ります。戦闘開始から7分が経った時点で、敵艦甲乙が秋津島の艦尾600メートルほどの近距離に迫ったため、秋津島は甲乙に対し激しく砲撃したところ、一発が甲乙のマスト上部の台に命中し、砲手がそこから落下しました。この砲撃による煙と海霧が混ざり合ったことで、すぐ近くのものすらはっきり見えない状況になり、浪速と秋津島は、互いにどこにいるのか把握することすらできなくなってしまいます。そこで秋津島は、汽笛を鳴らして自身が2番艦であることを知らせ、浪速もまた汽笛を鳴らして応答しました。煙と海霧による霧の中で乗組員たちが混乱する中、突如として浪速の左舷艦尾、約300から400メートルの位置に甲乙の3本のマストが現れ、これを確認した浪速は、直ちに前後の旋回砲を発射し、少し舵を左に切りました。甲乙に対して左側面を見せた浪速は、左舷側の砲と機関銃を使って甲乙に集中砲火を浴びせます。その後、急激に舵を右に切って甲乙との衝突を避けることに成功。すると、円路が徐々に晴れてきたため、後部の26センチ単装砲などでダメ押しの追撃を加えました。この時、かなりの近距離だったため、
発射された砲弾の大部分は命中するか至近弾になりました。その結果、コーオーツは戦意を喪失したのか、右方向に舵を切り、反撃しながら全速力でチャセリー隊と呼ばれる浅瀬に向かって逃走を開始。この際、コーオーツから放たれた弾丸が何話の左舷原則に穴を開け、デリックと呼ばれるクレーンを破壊しました。一方、新国軍艦サイエンを追撃していた機関吉野でしたが、まだ旋回が完了していないうちにベンヌが両軍を覆ったことで敵味方の軍艦を区別することができなくなり、サイエンへ砲撃を加えることができていませんでした。しばらくするとやがて煙が晴れ、左舷前方にサイエンを発見したため、吉野はサイエンに向けて砲撃を開始します。砲撃を受けたサイエンはジグザグに動いて回避行動をとっていましたが、諦めたのか日本国旗を掲げたため、吉野と浪速は砲撃の中止命令を出そうとしました。しかしサイエンが日本国旗を掲げながらも攻撃を継続したため、吉野と秋津島はそのまま砲撃を続けます。8時10分頃、サイエンから発射された一発の砲弾が吉野の艦首付近に命中。さらに8時20分頃にはサイエンの15センチ砲弾が吉野の右舷側に設置してあるボートと木製の壁を貫通し、発電機の一部を破壊。最終的に機関室内にまで砲弾は侵入し、そのまま爆発していれば大損害を受けていたところでしたが、幸いにもその砲弾は不発弾で爆発することはありませんでした。一方、逃走を続けていたコーオーツは機関が破損したのか、ゆっくりと東に向かって進んでいました。その間もサイエンは全力で西に向かって逃走していたため、吉野は秋津島に対してコーオーツは一旦放置し、サイエンを追撃する用信号を出し、吉野、何は、秋津島の三艦は共にサイエンを追いかけました。そんな中、第一遊撃隊は西方に2つの機影が高く立ち上がっているのを確認。しかし、どこの国の艦船かを識別することはできませんでした。ここで坪井少将は各艦に対して判断を任せる旨の命令を発したため、秋津島は直ちに進路を変え、ゆっくりと逃走しているコーオーツの方に向かっていきました。一方の吉野と浪速の2艦は再演を追い続けていましたが、そのまま進み続けると大型の吉野が通行困難な浅瀬に差し掛かる危険性がありました。そのため吉野は右に16度進路を変えると同時に、浪速に対して機関の通席を進め、その信号を発し、再び右に16度旋回し、水深が深く自由に航行できる位置に出て、微速力で後続の浪速の到着を待ちました。そんな中、先ほど遠くの空に見えた2つの機船は徐々に接近してきており、よく見るとこの2艦は新国軍艦装甲と英国商船機を掲げる商船でした。しばらくすると装甲は再演の信号を受け取り、直ちに西方へ引き返し始めましたが、英国商船だけはそのまま進行を続けます。その間、浪速は再演への砲撃を再開しており、とうとう8時53分に再演は白旗を掲げました。しかしこの再演は白旗を掲げながらも停戦しようとはせず、全力で逃走していたため、浪速はさらに追撃を続け、約3000メートルの距離まで接近。その後、前後の26センチ単装砲が再演に命中したことで、再演は大混乱し、旭日旗と白旗を掲げて上下させました。そこで浪速から直ちに停止せよ、さもなくば砲撃する、との信号が送られ、再演がこれに従って停止しようとする動きが見られました。この時、浪速と再演との距離は約2800メートル。その後、浪速は機関吉野に向けて、敵艦が降伏し停止命令を受け入れた、と信号を送りながら、さらに再演に近づこうとしました。その間、英国商船は浪速の右舷を通過し、仁川航行に向かって去ろうとします。しかし、これを注視してみると新国兵を乗せている疑いがあったため、浪速は9時15分、冷戦に向けて直ちに停止せよ、との信号を上げた後、2回の空砲を放ち、
監視を冷静に向け、直ちに怒りを下ろせ、その信号を上げて冷静を停止させました。しかし一旦急を要するサイエンの捕獲を先に済ませなければなりません。そのためナニワが再び舵を切ってサイエンに向かおうとした時、冷戦が進んでもよいかという信号を掲げて身体を問いました。それに対してナニワは同じく停止せよと答えましたが、このやり取りの隙をついて再度サイエンが全速力で逃走を始めたため、ナニワは衛星を放置しサイエンの追撃を再開します。この時秋津島は甲乙を追って遠く離れていたため、坪井少々は遠距離信号を掲げて領艦に再合流するよう命じました。ナニワは機械吉野に対して敵艦が降伏した場合の対応について尋ねたところ、坪井少々は降伏した軍艦と一緒に軍山沖まで航行し、司令長官に報告するよう指示を出しました。また秋津島には北方に逃走を続ける総攻と再演を追撃するよう命令、さらに何話に対しては英国商船の対応を命じ、吉野は単独で経営を追撃することになりました。この時再演はすでに機関吉野から約13キロの地点まで逃走していましたが、吉野の速力を考えると約2時間で追いつくことができると判断。吉野は最大戦速で砲撃しながら総攻と再演を追いかけ、ついに鈍速の総攻から約 2500m の距離まで接近することに成功しました。その後総攻は急に国旗を下ろし、整理がなく降伏する意思があることを示します。坪井少々は砲撃を中止して総攻の対応は秋津島に任せ、まずは再演の撃破に専念することを決めました。一方の秋津島は11時37分に信号を発したものの、総攻から応答がなかったため 4000m の距離で12センチの砲弾による威嚇射撃を実施しました。これに驚愕した総攻は直ちに降伏の旗を掲げ、さらに白旗と日本国旗も掲げて降伏の意を示しました。そのため秋津島は砲撃を停止し、天皇に対する礼式のラッパを吹奏し、天皇陛下万歳で喜んだ後、ボートを下ろし吉井隊以下28名を送って総攻を捕獲することに成功します。午後12時38分吉野は再演から2500メートルの距離まで接近したため、無限の砲で砲撃を開始し、合計6発の砲弾を発射します。再演もまたこれに応じ2、3発を放ち、急に右方向に舵を切り、吉野を近くの浅瀬の方向に誘導するかのような動きを見せました。坪井少々は比較的大型艦の吉野で再演を追いかけると座礁の危険性があると考え、12時43分に追撃を停止。その後秋津島と総攻がいる方向に進路を変えました。吉野が総攻に 2500m まで近づくと、総攻は国旗を下ろし降伏の意思を示していました。ちなみに秋津島が追いかけていた甲乙は浅瀬に乗り上げた後大爆発を起こしています。この大爆発の原因は乗員自ら火を放ち自沈したのか、それとも秋津島から発射された砲弾が命中して爆発したのかは定かではありません。この海戦後に行われた甲乙の調査によると、弾痕は右舷から左舷に貫通したものが数十箇所確認され、右舷側の砲はすでに想定されており、一人の新国兵が砲の旋回騎兵を手にしてそのまま倒れていました。その側には3つの遺体が積み重なっていて、司令塔の羅針盤、信号機などは粉砕され、中には1つの遺体が確認されました。その他の場所では白骨が散乱し、異臭が鼻をつき、非常に悲惨な状態であったと記録されています。この砲塔沖海戦における新国側の被害は、重要艦甲乙が実質的に沈没、砲艦総攻が捕獲され死者23名負傷者67名だったのに対して、日本側は死者負傷者はともにゼロ、さらに吉野なにわの受けた被害は軽微であり、秋津島に至っては一発の命中弾もありませんでした。こうして日清戦争初戦の砲塔沖海戦は日本側の圧勝で幕を閉じることになるのです。
しかしその後、なにわによって停止命令を受けたイギリスの商船、皇商号が原因となり、イギリスとの国際問題に発展しかける大事件が起きてしまうのです。次回、皇商号事件。やめて、東郷平八郎の特殊能力でイギリスの皇商号を焼き払われたら、英国世論によって日本が国際的に不利な立場に立たされちゃう。お願い、死なないで皇商号。あんたが今ここで倒れたら、イギリスとの関係や日本の国際的な立ち位置はどうなっちゃうの？ライフはまだ残ってる。ここを耐えれば、面倒なことにならずに済むんだから。次回、皇商号死す、デュエルスタンバイ。